このチャンネルは、子供の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画は、飯テロ、世界一可愛いテロリスト、子猫も大人猫もおやつに夢中で襲われるということでですね、今からおやつあげていきますよ。黒猫ミーコちゃんがね走ってきたんですけれども、誰からあげようかな。あ、麦わら猫の子猫のねわらびちゃんですね、食べましたよ。次はポンタくんだね。お手手が出ちゃうね。今ちょっと噛まれそうになっておるんですけれども、ミーコあげるよ。この子もすごい食いしん坊さんなんですけれども、次はちまきちゃんですよ。さっきね目がキラーンと光ったんですけれども、落としたな。で誰かに食べられたな。いくらちゃんにあげようか。何食べてくれた。マームちゃん、すごい美人さんやね君は。後ろからパッツの前髪ムール君来たよ。あ、マームちゃんは手のひらに置かないと食べられないんだね。ムール君は食べれない。あ、やっぱりこの子も手のひらじゃないとあかんか。後ろにねわらびちゃん来ておりましたけれども、こちらにはですね麦わら猫のお母さんがいてるんですよね。お餅ママですよ。おやつあげようとするとねよもぎちゃんが来ましたね。娘に横取りされるって感じなんですけれども、お母さんあげたい。でも娘も欲しい。ちょっとお母さんあげたって。あー、でもお母さん遠慮するね。食べられへんかったね。ちょっとよもぎちゃんがいてるとねあげられないので別の場所に行きます。ポンタとミーコが来たよ。こちらにはハマグリくんだよ。食べてくれる？あ、手から食べられへんかな。置いときます。うん、食べてくれたね。今回のお店は新大阪付近阪急 JR 淡路駅近くにある保護猫カフェ森の猫屋さんです。銀次郎はダイエットが必要ということでね、一粒だけなんですけれども。さあ誰あげようかな。あ、ミーコがいたね。おやつちょうだい言ってたね。あ、ポンタも両手で掴もうとしてるよ。わらびちゃん来てる。一生懸命食べてるでしょ。あ、落とした今ひょっとして。でよもぎちゃんが食べましたけれどもね、もう一度わらびちゃんあげようかな。食べた。いくらちゃんにもあげようかな。当たってくれる。最年長なんですけれどもね、食べてくれたね。あ、別のお客さんがねおやつあげてたんですね。ということで猫ちゃん集まっておりますけれども、影丸くんにあげておりますよ。もう一度影丸くんあげようか。なんかどんどん向こうに集まってますけれどもね。ということでですね、お餅でママにあげようかね。隙をついてねあげておるんですけれども、食べてくれたね。そしたらちまきちゃんにあげようかなって言うと、ポンタが来たね。ポンタのおねだり激しいからな。あ、ちまきちゃん食べた。よもぎちゃんもね立ち上がっておりますけれども、うん、両手ね添えて可愛いよね。ハマグリ降りてきてくれたんや。え、でも食べない。え、そうなん、いらんの。おやつのおねだりちゃうんかいな。ということでムール君にあげよう。ムール食べた。おねだり激しい子がね隣のお客さんにいてるのでね、なかなかおねだりできない子にあげておるんですけれども、梅ちゃん食べる。あ、梅ちゃん食べてくれるやん。以前梅ちゃん食べなかった記憶があるんですけれどもね。さあもう一度ちまきちゃん手が上がったね今ね。かわいい。おもちママもあげるよ。お餅ママね人が怖いということでね撫でさせてくれないんですけれどもね、手からは食べてくれてよかったね。マームちゃん立ち上がった。かわいいわ。あ、ミーコの隣にはきなこちゃんいてるんですけれども、今回まだきなこちゃんにあげてない気がするな。あんまこの子ね人見知りする子なんですけれども、ミーコ食べる。あらあら、どっか行っちゃった。でわらびちゃんがおねだりしてるね。なかなかね、おねだれしてくれない子はあげにくいんですけれどもね、両手で掴んどるね。もう一度梅ちゃん。食べるかな？食べてくれたというか、落としちゃったんですけれども、隙間に入ったよ。探してるんですけれどもね、どこ行ったんやろか。あ、なくなった。おやつなくなっちゃいました。カラカラって振っておりますけれどもね。わらびちゃんがまた来てくれたよ。
あ、見切れてたんですけれども、今きなこちゃんでしたね。隣座ろうか。ポンタ来る、わらびちゃん来る。おやつおねだり激しい子来てる。ポンタ、つまりよもぎちゃんだね。あれ、きなこちゃんどこ行ったんやろ。あ、きなこちゃん後ろおるね。きなこちゃん今回あげたんかな。まだあげてない気がすんねんけどな。撮影中はね、わかんない時があるんですよね。で、編集段階で、あ、そういうあげてなかったみたいな、そういうことはね、結構ありますね。あ、わらびちゃんがおねだり激しいよ。きなこちゃんにあげられるかな。どっか行っちゃう。あー、あげられるじまいかな。マーム、欲しそうにしてくれてんねやけど。なんかケルベロスみたいになっておるんですけれどもね、この可愛さにね、気が取られてね、やっぱあげてない気がするな。やっぱりいや、可愛いわ。みーこ、みーこ中入っちゃったよ。で、よもぎちゃんとわらびちゃんだね、今。で、わらびちゃんにあげようかな、じゃあ。そうするとね、ミーコが横取りしようとするんですよ。ミーコあげようか、じゃあ。で、今、隣に来てんのがきなこちゃんなんですけれどもね。ちょいちょいね、おねだりしてくれてるわ。おもちママどうかな。ね、なでさせてくれないでしょ。今、猫パンチ飛んできそうになったんですよね。よもぎちゃんがね、おねだりしてるよ。で、まさむねは？まさむね、あ、走ってたね。逃げられちゃいましたね。どうしたんでしょうか。うん、わらびちゃん。で、次は誰かな？あ、よもぎちゃんがおねだりしてる後ろではですね、トンネルの中にきなこちゃん入っちゃいましたね。で、ちまきちゃんの目がね、ピカッと光るんですよね。レーザービームかなぁと思うんですけれども。もう食べてくれた。いくらちゃんにあげようか。ゆっくりやなぁ。落としちゃいましたけれどもね。あ、きなこちゃん、あ、きなこちゃんにあげれた。今日はこの一個だけかもしれんな、ひょっとしたら。食べてくれてよかったよかった。わらびちゃんが膝に乗ってるやんか。いくらちゃん、ポンタ。マーブちゃんお水飲んでたね。いらないかも、マーブは。で、わらびちゃんあげるよ。うわ、ミーコが来た。容器が空になったということでね、置いてみましたけれども。わらびちゃんとポンタ、よもぎちゃんも来たね。いやー、どの子も可愛かった。皆様いかがだったでしょうか。おやつを食べる猫ちゃんって本当に可愛いですよね。これからも猫ちゃんの可愛い動画、癒しの動画、配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェ森の猫屋さんでした。